あ、僕のご飯はこちらになります。 AJ ユナイテッドバドミントンリフティングで24時間生活。あ、本日もよろしくお願いします。お願いします。なんか気合入ってますね。カッパー、カッパだよ。なんかさ、そのイントネーションだとさ、こっちのカッパじゃなくてさ、なんかあのカッパを思い出すんだよね。雨の時さんはちなみに今日は、今日これバイエルンですね。バイエルンです。サッカーということで、今回は、まあ、こちらはですね、あちらに4つのコーンが置いてあるんですけど、はい、あの中で、まあ、バドミントンのラケットでこう、まあ、上に上げる、なんで床に落とさないようにリフティングしていくって感じですね。樹海を上げると。なんで俺を上げんだよ。乗んねえだろこれ。乗りますよ。さすがに乗らねえよ。一回乗せてみましょう。壊れる壊れる壊れる。一回ちょっと下がってくださいよ。これ奇跡の映像ですよ。人がバドミントン。奇跡でもねえだろ。いくよ。じゃあトス上げるから、いくよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10回で区切るやつ。まあなので普通にバドミントンでこうシャトルを上げて、それを落とさないで、まあ何回連続で上に上げれるかで、その上げた回数で1日過ごしていただくと。3本やって一番いい記録で生活するっていう形にしようかなと思ってるんですよ。あー、いいっすね。やっていきますか。いきますか。どっちがいきます。俺いきます。
ということで、僕が101円でしたっけ。101で当たって102だ。だから102円。102円。ちょっと考えるわ作戦を。で A さんが209で最後に当たったので210。はい。210円使えます。おー、210円で1日ですか。はい。なのでもう朝昼晩をその金額だけで過ごしていただきます。食べないはなしですからね。朝昼晩のどっか抜くはなし、絶対なし。それはということで、はい、バドミントン24時間生活ですね、はい、バドミントンリフティング24時間生活スタート。はい、おはようございます。ということで、102円バドミントンリフティング生活で獲得したわけなんですけど、いやマジで102円なんで100均もいけないんですよ。100均行くだけでもう108円ですからね。なので今回はちょっとスーパーで3点ほどまとめ買いをしてあります。なのでそれで朝昼晩合わせて102円以内に抑えてきましたので、ちょっとねまずは朝食ご紹介していきたいと思います。さあこちら、うまい棒の明太子味ということで、いや俺これ味めちゃめちゃ好きなんですよ。ちょっと朝はね軽く済ましたいなと思ってうまい棒にしました。なのでこちら食べていきたいと思います。いや言ってもうまいよ。水分全部持ってかれるよこれ。あいつ孫で何食ってんだろうな。はい、朝食終了っすね。いやマジで本当にこれしか食べてないんで、昼食までなんとか持たしたいと思います。おはようございます。ということで
210円で24時間生活。今回一つ目の朝食ですね。朝食のご飯はこちらになります。ドン、トマト。これね、普通よりちょっとちっちゃいトマトなんだけど、なんとこちら49円、一つ49円でした。これはいただいていきたいと思います。で、案の定俺は朝食わない人なんで全然平気はない。まあ、狩猟です。なんか久しぶりに朝食食いましたね。なんか逆にちょっと寝癖ついた状態でスーパー行くのも悪くはないっすね。はい、朝ごはん食べました？食べてきましたよ。何食いました？トマトです。トマト？いや、食事でしょ。食事っぽいものをやっぱ摂取しようと思って、うまい棒とかそんなお菓子みたいなものは手つけませんでしたよ。で、樹海さんは？そんなにです。そうですか。それは失礼しました。ただうまい棒結構量あるからね。あの、今回、はい、お昼ご飯一番豪華にしました。僕俺もです。 A さんと取るのは昼だなと思って、はい、あ、そうだよね。昼だけは豪華にしようと思った結果が朝食のうまい棒だったんですよ。僕の場合はですね、210円、はい、で朝中トマトっていうなんかでかくないトマトがあるんですけど、はいはい、あれは49円税込みで1個。なるほど。で、残りが161円で、はい、今回の昼と夜、はいはいはい、食いしのがないといけないですよ。まあ、俺は最後にあの夜の時に金額全部合わせて金額発表しますわ。あ、本当ですか。まとめ買いしてるんで。じゃあ僕の方から、はい、見せていきますよ。お願いします。残り161円で買ったもの、お昼がこちらになります。汁なし担々麺広島、よく混ぜて食べるんだよ。まあ、108円で買って、お釣りの方が残り53円。結構余ってますね。53円でこれから食べて帰りに、なるほど、品定めしていいやつを買って晩ご飯食べようかなと。はいはいはい。まあ、僕の方もね、ちょっと紹介していきたいと思いますよ。僕の方はちゃんとね、見やすく斜め置きさせてもらいますよ。これ何ですか？ここに置けるから、もうここに立てかけますから。やっぱ使っていかないとね、もらったもんは。そうっす。なんか飾るとか言ってませんでしたっけ。で、はい、私通常だったら、うん、もうこの一品買うだけで超えちゃってるんですよ。はいはいはい。ただおい、先に見んなよ。何を構えてるかと見るんじゃないよ。ということで、私が買ってきた商品こちらでございます。こちらね、買ってきました。もう昼だけは豪華にしようと思って。で、これ通常の金額は100円なんですよ。 30% オフということで70円で買わせていただきました。なので昼だけは豪華にこれでやっていきたいと思います。イカ様かよ。食べていきましょう。いきますか。ただ A さんもまだ準備がありますよね。そうっす。あ、もうお湯沸かしたんで。あ、了解です。おい、マジでやばいぞそれは。5分間だって。あ、4分ですね。お湯の注ぎ口を線から上げ、ソース火薬取り出してから、どこにソース火薬が入ってんだよ。担々麺いただきたいと思います。汁なし担々麺ね。はい、俺も。間違いねえですわ。俺一口目でジャムのところにたどり着けなかったわ。いや、全然美味しいわ。よかった、うん、朝うまい棒だもん。明日の健康診断響くぞ。あ、そうです。あ、分かった。いや、美味しいですね。さあ、ということで、はい、お昼も食べ終わりましたということで、まあ、次はちょっと夜個別にまたちょっと食べて、はい、その動画をね、最後にお届けできればと思います。僕はちょっと53に握りしめて、はい、何を買うか決めますわ。ということで晩ご飯ね、いきたいと思います。と思います。それでは VTR どうぞ。
はい、ということで晩ご飯の時間になりました。ちょっとね遅くなってしまって9時過ぎにはなってしまったんですが、最後残り52円、僕が最後に買った商品はこちらです。トマトです。っていうのも、まあ、昼の時にですねちょっともやし19円の特売のもやしを探したんですけど、朝はあったんですが売り切れてました。でもう一個なんかねもやし高いのが38円のもやしがあって、でそれにしようかと悩んでたんですけど、残りの残金を見た時にいやもうちょっとギリギリに使わないとなと思い、またしても今日の朝ですね、朝食べた、トマトと同じやつになってしまいました。樹海さんにはこれトマトじゃないよねってめっちゃ言われてたんだけど、トマトになっちまいましたよ。あいつ予知能力がすごいな。あいつもしかして俺と一緒にスーパー行った可能性あるなこれ。ということで食べていきたいと思います。風呂が沸いたわ。うん、トマトうめえ。これ切ってるトマトより丸々食う方が好きなんですよ。ただやっぱこれ晩ご飯にしてはちょっと少なすぎるな。はい、晩ご飯終わりました。はい、ということでなんとか210円で24時間朝昼晩食べてきましたけども、今のところ大丈夫っす。あとあれだからね、樹海さんの方が102円で、で多分ねあの人10円ぐらいしか食えないんで、あの棒を食べてるんじゃないかなと思います。否定したけどね、否定したけどあの棒じゃないかなと思います。ということでご覧ください、どうぞ。はい、ということでお待たせいたしました。まあ、ちょっとね帰ってきてからもう風呂入って、今からねちょっと夕飯食べていきたいと思います。で僕が夕飯何を買ったかと言いますと、朝食がうまい棒の明太子味を食べました。そしてお昼にジャムパンね、ジャムパン食ったんですよ。でそのジャムパンが確か70円くらいかな。なんで僕の稼いだ金額の102円の中の大半をお昼に使っちゃったんですよ。晩飯ね、これからご紹介していきたいと思います。なんとこちらでございます。あの棒を食べてるんじゃないかなと思います。いや俺もね身を張りたかったんですよ。お昼ぐらいは普通のものが食べたいと思ってやった結果これになっちゃいました。 A さん何食ってんだろうな。 A さん確か53円かな、53円ぐらいお金あったんで多分ある程度いいの買えてんすよ。ただねうまいよ本当に。10円でさこの美味しさを提供してくれるうまい棒、本当にさすがだと思います。照り焼きバーガー味いただきたいと思います。